家の Wi-Fi にしてやります。家の Wi-Fi でやります。最悪やな、マジで。車もね、電波もね、いや、買えないもん。もう金がないし、ね、人間が怒ってるのは借金しかないから、ね、無理だよ。あ、待ってよ。いや、無理だよ。文句に相談したところで、そもそも、金がねえしな。金がねえし。爪汚いから切れよ。お前そんなとこ見てるよ、お前。文句がなんか安く販売してた。で買えないの。いや、あるわけないじゃん。この沼ハウスでめっちゃ買沼ハウスで消火のやつ買っちゃったのに。逆にないだろう、うん、いや、この間からお茶爆出て全部使ったよ、沼ハウスで。沼ハウスは大赤字。いや、大赤字でしょ。超大赤字でしょ、マジで。そういう問題じゃないからいいから、別に、うん、大赤字でもいいんだけどな。あ、僕ギャンブルしないっすね。ギャンブルしないから。この間ね、あの小町がね、あのここでね、逆上がりしたんですけどね、あのほら、綺麗に回復しました。ちゃんとまっすぐなったでしょ、綺麗に。綺麗に回復いたしました。当初はもっと曲がってたけど、あの手術したんで、うん、え、おまんじゅうと付き合えば背中に乗せてもらえたのに。いや、お前それ、お前コンビニ行くのにも一苦労だろ、お前それ。クローズやし、いや、いいよ、もうあれ7本目だから。ちなみに7本目だからいいんだよ、別に。壊れたの7本目だからね。うわー、どうしよう、マジで、マジでどうしよう。マルコスちゃんの車でも買おうかな。誰があの車持ったやついねえかな。親父に交渉して車買ってもらうか。車買ってもらうか、親父に。
FJ クルーザーカーテン買ったのか。いや、カーテンね、なんかびっくりする、なんか新しくなってんだけど、カーテンが新しくなってんだけど、うん、なんかあの跡がついてねえんだよ、墨汁の。また見らっしゃい、どうしたのっていうの。カテキンやっしゃい。買い替えたんやな。いや、分からんけどね、いつの間に。親父にね、あの FJ クル無理だろ、 FJ クルーザーだな。だから多分あのまたアルトに戻ります。僕はアルトに戻る、うん、水色のアルトに戻ります。また水色のアルトに。やべえ、またあれじゃん、また大島テルに乗っちゃうぞ。変換の儀、変換の儀っちゅうか、てか俺の身長と体重でアルトになるのはマジでヤバいんだよね。クソだせえよな、アルト。俺とかね、結構車でね、いろんなとこ行くし、車載配信者じゃないですか。車が一番重要なんだよね。車ないのはマジきついわ。エンジンかからないの。いや、エンジンかかるらしいけど、もう乗れたもんじゃないらしい。何も勉強ならんわよ。ちょっとやってみようぜ、 BB どんなもんか乗ってみるか。BB ちょっと乗ってみるわ、実験の勉強。試し運転してみるか。運転通過、運転はちょっとできんけど、あのここ家の Wi-Fi 使ってるからね。水系で配線やられてるなら発火もあるからな。どういうこと、発火って。うわ、くっせーこの車くっせーくっせーマジくっせー、なにこの匂い。ついた。いや、動くのは動くんだけど、それは知ってるね。何を配信するのこれ。振動やばいけど、確かに。振動って何の振動？いや、わかんない。
あ、でもうるせえな。こっちエンジンつけてみるか。以前毎日これあったよ。よりうるさくなってるね。よりうるさくなってる。いや、どっちもうるせえけど、どっちもうるせえけど。いや、どっちもうるさいんだけど。お前もうるせえ。それ関係ないだろ。いや、オイル変えてるし。確かに BB からしたらいけない音がしてる。わかんねえわかんねえけど解散するらしい。ガチで。BB 売ろうぜ。なら廃車するぐらいなら。なんか垂れてんだけど。あーでもな、この車普通使えんだよな、マジで。売れるのこの車。いや、売れるのっていうか売れないでしょうね。その BB 持って行っていくらで買い取ってもらうか聞きに行こう。いや、っていうかね、前 BB、 この BB をなんか売りに行ったことあったんです。査定出しに行ったことあったんだけど、マイナス3万って言われたけど。いや、こっちが払わんといけない。年式あれ、あー、年式か。年式っていうかね、走行距離とか言うけど、てかもう相当走ってるからね、これ。1、10、100、1000万、10万、15万キロか。うん、まあでも BB で15万キロならまあ普通じゃね。あ、くっさ。で、こっちが、1、10、100、1000万、まだ2万キロです。2万キロ。2万キロなんだよ、これ。この車手放したくないんだよね、俺。BB どうでもいいんだけど。いや、これは全然いい。この車は何も悪いとこない。キャスのももくんが車の買い取りやってる。まあ、まあちょっと親父に聞いてみるか、一回。一回ちょっと聞くわ、今から。で、親父なんか今難病法連携教師っていうか、ね、オイル交換 K。 いや、ほんとね、あの車載なんで、僕の場合は車がないと、車が命みたいなところあるから、車がないと何もできねえんだよ。配信もできんくなる。配信はできるけど、できるけどできないし、県外にも行けんくなるし、うん、いや、あの乗り方に関してはどうでもいいけど、
ちなみに今乗ってる車いくらで売れる？今乗ってる車？あ、これ？いや、これは結構電電なんて売れんじゃない？2万キロしか走ってないし。知らねえよ、そんなもん。いや、この屋根もなんか普通に別になんか下からね、下からこれ、あの、付き合い、ほら、こうやって直んだよ。ほら、まだ乗れんだよ。ほら、直ったでしょ。で、これもなんこれも力ずくでね、これも力ずくで治るんですよ、これも。つかなんかおかしいな、これ。あ、まあ、知らん。俺のせいじゃねえか。ももくんの子供褒めたらいけるの？タダでくれるの車。そんなことないだろ。あ、徳光さんお茶漬けかれそう。フレ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 はーん。おいしい。俺この車乗ろうかな、廃車になるまでなら。いやでもうるせえんだよなこの車。チュパクの例いいっすか？いや、ないです、一切ないです。まもなく BB 車検日。あ、そういうことか。だからこれ車検を受ける前に廃車するってことか。俺の写真もなし。いや、ないっすよ。いや、逆にそのもんいらねえだろお前、写真なんか。よし、俺の写真なしって言うけど、あなたお茶漬け投げてないでしょ、まず。投げてるのは分かるけど。あ、そういうことか。 BB があれだからか。仕事してません。仕事なんかしません。ちょっと待って。お茶漠が全く稼げなくなったら、お茶漠が全くもらえなくなったら、あの、警備員に戻るだけです、僕は。だ、保険警備だから。で、仮に俺に前科がついたら弁当屋になります。弁当屋になりますね。1000円いらっしゃい、弁当屋さん。くそー、親父、親父、この車俺に5000、廃車になっても、廃車になってもこの車俺にくれ。えい、そうな、今令和何年だっけ、今令和何年。あ、これで廃車するんか。あ、そういうこと。親父、車がなくなる俺に。島根で車がねえと何もできねえ。
いや本当田舎で車がないのはマジ致命的なんだよね本当に、うん、自転車はもう無理だから。いやどんだけ距離あるのって話で親父いや免許持ってるわ。トライアルも行けんくなるし、トライアルどころか、いや何するにしてもクソ不便になるよねマジで。親父いや魚屋なんか毎日行くことないしな、そもそも。いやでそこにいるんだもん。いや小原の中心で親父に発狂です。親父マジで。そうするとだいたいあの2階ぐらいからね、あそこのね娘さんがねカーテン越しにねパッて見てくんだよ。でまた見たらこれ閉められる。それは見るやろマジ。ちなみに こちらの家がね、なんでか知らんけどね、あの大島テレビに、ね、昔ちょっと乗ってたんだよね。一家心中とか言って、まあ、その後すぐ消えてたけど、いや普通に元気に生きておられるのに。いや走って、親父この車をください。でも2004年じゃねえわ、令和4年6月なんてもうすぐじゃん。いや困るんだがマジで、廃車してもらったら。明日じゃん、うん、迷惑系配信者マティアス、あ実家迷惑系配信者マティアス、そんなやつがよく沼ハウスの企画やったよなマジで。そんなやつが親父、翌日何日って書いてある。いや何も書いてないんだよね。どこ見んのこれ。いや車検代誰出すのじゃなくて、車検で廃車するんだよこれを。いやお前もう6月え6月4日って書いてあるけど、いやもうそれ今週来週。やばいじゃん。え待って、今何日だっけ。今30日、今31、2、3、え4日、え6月4日はまだ乗れるってこと。ごめんこれは別に乗る気ないんだけど、これなんだよね。31、1、2、3、4、4日まで乗れるってこと。31やで今日、4日まで乗れるってこと。車検代10万かかるから早く廃車しろ。えどういうことどういうことどういうこと。だからその何、4日までに廃車しないと車検代がかかるってこと。うん。いや廃車するのはもう何もしなくていいって。だから廃車になった瞬間にこの車が親父に返還されるんだよね。じゃあ俺の車何みたいな、どれみたいな。これ何乗るの。何飲んだよ俺マジで。何乗りゃいいよ。やばい、あかん、こっち Wi-Fi が、な Wi-Fi がないここ。
ももくんから買おう。いや、ももくんから買うっていうか、マジで1円も出せんから1000円とかで売ってもらえるの高くても1万円で売ってくれるの無理だろ。え、だからだよ。ないから、マジで。かといって俺あのブラックなんで、あのローンが組めないんですよ。ローンが、ローン組めればいくらでもいいけどね。全然ももくんにねローン払ってでもいいけど。いや、だから一括でいけないでしょ一括でいけないでしょ。貯金なんかないんだか俺。ももくんと直接なローン組んで、いや無理だろそれは、さすがに。自宅ローンあるじゃん。自社ローンって何？いや普通になんかそういうローンが組めるなら、いやめっちゃいい車にしますけど、逆に、うん、ももくゆって誰だよあ、お茶爆の給料からももくんの口座になんか引かれていくみたいなそういう感じ、差し押さえみたいな感じですか。相談してみよう。え、でもなんかこの間ももくんの配信みたいな、もうなんか車がないとか言ってなかった、うん、なんか売れまくって。マジ？明日からロバに乗れやって意味が分かんねえ。ももくん、配信者の人はローン組んであげるって言ってたよ。配信者の人は逃げれないから特別。え、マジ？え、マジ？え、ちょっと電話してみよう。え、マジ？いや、それ話変わってくるやつ。いや、ガチで話変わってくるやつ、それ。それ全然話変わってくるやつ。それ全然話変わってくるやつ。え、待って、俺ももくんのももくんのあれが、あれ、ももくんどうやったっけ、 LINE。 ももくんどれだったっけ、 LINE。 あれ、あ、ちげえか、もう一個の携帯か。あ、わからんわ今 LINE。 あ、何これ、あ、これ、あ、じゃあ電話しよう。これか。あー、モーグもお疲れ様です。あれ、これモーグの LINE っすっけ、これ。そうだよ。あ、会社の LINE みたいになったっすか、これ。あ、そうだね。いや、大丈夫。あ、いいですか。なんか、あのですね、まあ、時系列から話すと、はい。このちょっと BB が、はい。ちょっと窓開け洗車とかしちゃって、あの、車がちょっとね、壊れて、で、なおかつ、令和4年の6月の4日に、あの、車検なんですけど、でもうちの母親これ廃車にするって言ってるんですよ、この BB を。廃車にするって言ってんの？そうそうそうです。うんうんうん。で、この車を、新車買ったって聞いたけど。いや、これ、その新車はね、買ったんじゃなくて、親父のっす、これ。親父から借りてるだけなんですよ。そうで、うん、でこの要はこの BB がもう廃車になるってことは、うん、もう親父に返還されるんですよね、このこれが。ああ、そっかそっか。うんうんうん。そうすると車1台必要なんだ。そうっすね。ちなみに
ブラックなの？ブラックっす。なんでブラックだったの？ね、うん、ドコモの携帯ですね。いつの話それ？ゴミ収集やってる。何年経つ？そのドコモの携帯見払いしてから。いや、あのね、いやでも結構、待って、ゴミ収集、いや、なんか一回、うん、そのドコモで強制解約だったんですよね。はいはい。でそれが、うん、いつかちょっと分かんないですよね。何年前とか。いや、まあ5、6年前ぐらいです。ああ、それからはちゃんと払ってるんだ全部。その携帯の滞納ってまた審査に関わってくるんですか？あのね、携帯電話って分割払いで買ってる人多いじゃん、あの端末を。はいはいはい。で、端末を分割払いで買ってる人っていうのは、あれローンと一緒なんですよ。はい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 。あれはローンと一緒で、結局その信用情報機関っていうのに乗っかっちゃうわけね。その支払い遅れましたよ、この人遅れてますよとか、はいはいはい、現在もう未払い中ですとか、はい、全部そういうのバレちゃうんだよね、はい、しかもなんかドコモ結構きついですよね。いや、ドコモがきついとかじゃなくて、要はね、はい、携帯電話の電話料金の未払い自体は別に関係ないのさ、その信用情報機関とは。はい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 。要は機種を分割で買うかどうかってところなのさ。機種を分割で買ってる人が遅れたら終わり、それはもうブラックになる。その時に、うん、機種分割でしたね。でしょ？だから、はい、機種を分割じゃなくて、機種は一括で買ってるけど、携帯電話料金だけ遅れてるっていうのは、それはね、政府なんですよ。信用情報機関とか関係ないの。どこもが信用なくなったかもしれないけど、他のクレジットカードとか、まあ、ローンとかそういうのには影響出ない。そうなんですよ。で、今この携帯も、うん、自分で契約できなくて、これ、母親名義です。なるほどね。はい。ちなみに、キャッシュはどれぐらい用意できるの？バッキン。キャッシュというと、前払いみたいな感じですか？現金払いみたいな。現金って、手元どれぐらいあるの？いますか？うん。今、借金っすね。いや、沼ハウスでちょっとお金借りてたんで、逆に次のお茶爆で。何で借りてたの？あ、普通に、振り込みで借りたんですよ。で、次の25日に、来月25日のお茶爆で返さんといけないんですよ、逆に。あ、そうなんだ。はい。さ、まるっきり、もう、頭金も入れれない状態だけど、車が欲しいみたいな感じなんだ。そうっすね。そうっす。ブラックリストで頭金も入れないで、車が欲しいと。ま、そうっすね。なるほどね。いやー、マーティならね、返済能力、俺はあるだろう。あると思うから。いや、ちゃんと、はい、ちゃんとお茶番。配信でさ、ちゃんとやってる人は別に俺、かなと思ってんのさ、ぶっちゃけ。あ、はいはいはい。で、まあマジの場合は人気もあるし、いやいやいや、まあファンもいっぱいいるだろうし、だから、そのなんかそのローンっていうのは、なんかそのなんかコメントで書いてあったんですけど、なんか配信者特別になんたらローンみたいなの組んでもいいみたいな。いや、配信者特別にってか、俺がうちは別に普通のオートローンなんていうの、ちゃんとした、はい、大手のローン会社と提携してるから、その大手のローン会社を、はい、普通は使ってもらうんだけど、でもブラックだったらどっちにしたって通らないじゃん、どこのローン会社も。いや、そうなんですよ、通らないっすでしょ。 だからで、教えてくれないですよね、理由。いや、理由はだって本人が一番分かってるから。あ、俺が？そういうことで当たり前じゃん。あ、そうか。ブラックになってるやつっていうのは、はい、ローン通りませんでしたって理由を教えてくれるないとかじゃなくて、本人があんたが一番やらかして、まあ、まあそうっすね。だからまあ、まあそうっすね。携帯っすね。でしょ？そうそう。携帯っすね。本人が一番分かってるから。うん。そう
かはね。もしも本当それで買わせていただけるのならいくらぐらいの車を。いや本当はあんまりね、だからね、俺も安い車売りたくないんですよ、正直なところ。ああ、わかる。だって安い車ってイコールね、古い車とかになるわけでしょ、ボロい車って。まあそうですね、そういうことになるじゃん、はい、そしたら当然壊れるリスクもどんどん上がるわけじゃないですか。そんな20万とか30万の車なんて。確かに。それでさらに車検もついて、うん、まともなもん持ってこいったってなかなか難しいじゃん、ぶっちゃけ。まあ確かに、車検もついてて車税も払ってて、うん、で、なんつうの、絶対壊れない車持ってこいよなんて言われたって、そんなもん無理なことだって話で。まあまあそうっすね。それだったらもう金出してくれよって話でさ、言ったら、いやまあ確かに、もっと予算くださいよっていう話で、うん、だからあんまりね、そのももくんの中ではその高いっつって言って、その高いランクの中で大体どれぐらいなんですか。いや結構今物いいなと思ってうちの在庫であるのは、はい、あのソリオバンディットってやつがあるんだよね。ソリオバンディット。ソリオバンディット。ちょ喋っていいですか。で、うん、オッケーオッケー。ソリオバンディット。それの、はい、平成26年車で走行距離が7万キロ、内外装も評価もすごい 4.5 点、まあオークション評価で 4.5 点入ってるやつで、はいはいはい、まあ、これはもういいんですよ。これケースか、あ普通車か。普通車、あの BB みたいなもんだよ。ああ、はいはいはい、あなるほどね。そう、燃費がリッター15キロぐらい、あのハイブリッドじゃないけどね。うちにあるのはハイブリッドと両方あるけど、はい、ハイブリッドの方はちょっと高いんです。高いからまあそれは無理だけど、走行、今のところ走行距離いくらでしたっけ。7万ジャスト。ああ全然いいっすね。7万ジャストで26年のソリオバンディットで検索して欲しいんだけど、色は何色っすね。色がね、なんか顔面みたいな、シルバーのちょい濃いかなって感じ。ああ、これか。見せようか。ああ、はい。ちょっと送ってください。ちょっとちょいシルバーの濃いめかなみたいな感じかな。まあ、シルバーだね。まあ、シルバーだね。これが大体全部、全部合わせて大体いくらぐらいですっけ。これ全部合わせて。はい。後半ぐらいで売ろうかなと思ってた車なんだよね、これ。ああ、でもコメントでは、めっちゃ安いって書いてるっすね。だけど50、まあ、マティだから、はい、50、自分で登録とかする？ちょっと親に聞いてみるっすね、その登録の仕方は。いや、だって BB 買った時あれしたじゃん、車庫証明とか出したでしょ。ああ、自分で出したな、そういうの。でしょ。はい、で自分でやるっす。ああ、50、まあちょっとうちもね、もうカツカツでやってるんだけど。ああ、なんかもうこの間もも君の配信見たらもう売れまくってて車がないって聞いたんですけど。いや、本当にそうなのか。ああ、マジでめちゃめちゃ売ってるよ。めちゃめちゃ売れまくってるよ。すげえ。だってカーセンサーとかお金払ってんのに乗せる車がないんだもん。あ、マジっすか。いや、マジだから今ちょっとあれしてる、うん、これから乗せようと思ってるのが、あ、プリウスもあるわ。あ、ダメだな、高いな、プリウス。高いし。いや、ちなみに K はないですかね。 K あるよ、うん、しょぼいのね。あ、それは何ですか。15万円のやつある。お、いや、それが、いや、それがいいんすけど。それがいい？それ、ちなみに、なんすか？ゼスト。ゼストで車検満タン、2年付き。で、今、車検上げたばっかり。整備してね。はい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 。それ今、機長がね、機長の車修理してるから、それ台車で出してる。はい、あ、機長くんが今、ゼストで台車使ってんだ。そう。15万でゼストで、
総合距離が車検満タン、まあ、車検満タンで、で車税も入って車税も込み、えめっちゃよくないですか、今年の自動車税も払ってる。へえー、いやいや、それだったらまあ15万だね。走行距離15万キロ。15万何千キロ ?16 万までいってないかな。15万5千キロだから。15万5千キロ。マジで、そっちの方が全然いいっすけどね、俺的に。俺別になんか。だから、だけど古いよ。古いし、距離もいってるから。はい。物としては、はっきり言って15万だよ。15万。だから15万ってことは、あれだからね。うん。うん、15万で車検満タンで車税も払っててってことは、じゃあ本体価格いくらよって話だからね、うん、もうゴミだから、はっきり言って。それはゴミっていうのは、その壊れる可能性、いつ壊れても分かんないよぐらいな感じですか。まあ車自体が、それはじゃあさ、じゃあ100万で買った車は壊れないのかって言われたらそんなことないけど、じゃあそれも当たり前だけど、いつ壊れても、うん、今日まで調子良くて明日壊れるかもしれないじゃん。それは俺の車でも誰の車でもそうじゃないですか。うん、だけど可能性としては高くなるよね、当たり前だけど。なるほどね。うん、当然古くなって距離も増えれば可能性としては上がりますよね。一応ね、俺がこの間前買ったこの BB がね、30万だったんですよ。はい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 、うん、30万で、使い方悪すぎて、まあ、約2年ぐらいでぶち壊しちゃったっす。うん、だからね、逆になんかいい車使っても、なんか俺の使い方によってはなんかもうそれをね、モー君からせっかく買った車をぶち壊しちゃう可能性あるから、逆に15ぐらいの方がいいんじゃないかなと。ああなるほどね。うん、まあぶっ壊れてもいいやって思えるしね。あ、そうそうそう確かにでもナビもついてなければ何もついてないよ。あ、いいっすよ。だって俺ナビマジで使い方わかんないんで、毎回携帯、もう一台の携帯でやってるんで、ナビ。あ、そうなんだ。いや、俺ナビわかんないっすよ、あっても。なるほどね。だからその、あれ、別に燃費は悪くないっすよね。燃費はまあ普通かな、別に。そんな悪くはない。うん、ノンターボだから、うん、まあターボ車よりはいいね。あー、はいはいはい。一回見てえな、その車、リアルで。それあれだね、戻ってきたら見に、何日だっけ、車検が。車検がね、4日らしいっす。ギリギリすぎでしょ、なんでそんなギリギリにしてんの。いや、俺も分からんくて、今日うちの母親にいきなり、なんかの、この BB 廃車するからとか言われて、はぁと思って。あんた車なくなるからって言われて。いや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 、待て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 、と。うん、いや BB 乗れるんでしょ今。あ、今はこの親父の車使ってです。タント使ってです。BB はどこに置いてあるの。 BB はね、目の前にある、ここに。普通に BB を乗ってうちの会社まで来てそれ買うから。 BB、 え、マジっすか。うん、えぶっ壊れてんのもう完全。いや、ぶっ壊れてるかどうか。一応乗ってはこれる。あ、いや、全然乗っていくっすよ。全然乗ってこれる。全然乗っていくっすよ。じゃあそれもうスクラップするから、鉄業者に出すから。はい。自動車税、あ、まあそれ抹消だな、もう抹消して。はい。あー、25,000だね。25,000で。うん、抹消して。自動車税払わせていいよ、もう。払っちゃった。いや、わかんないです。うちの、イカルドが全部あれしてるんで、もうこれ廃車するわ、みたいな感じで言って。自動車税は、はい、月割りで、もし今年のやつはまだ払ってないんだったら、一回払わないといて、で、はい、俺のとこ持ってきてくれたら、それナンバー外して抹消しちゃうから、もう。ゴミ。はい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 。要は、鉄くずとしての価値しかないから、もう、どっちにしたって。だから、それ、ちょっと、ももくん、ちょっと、一回聞いてみていいですか、それ、親に。一回電話で聞いてみるんで、で、払ってられるか払ってないか。うん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 、もう一回ちょっとかけていいですか、今すぐ。はいはい。いいです。はい。あ、いや、お、横におったわ。おいおいおい、自動車税払った。おい。それ？うん。いや、違う、廃車じゃなくて、
買い取ってくれる人がいる。はあ、もう歯医者頼んだよ。いや、歯医者頼むのやめてくれ、それ。いや、だからそれやめて、買い取ってくれる人がいるらしいか、今。買い取ってください。え？あ、じゃあ、じゃあ今、ちょっと。いや、だからちょっと、ちょっと、はい、一回、はい。一回、ちょっといい意見。いや、これ車屋さんだから。はぁ、そんな今、ここで話さんとけ。いや、だから今。今ここで自分で話してよ。あ、ちょっと一回こうちゃんと俺は歯医者がよくわからない。ちょ、今早くここ この耳につけて、耳に。イカルドですけど、ちゃんと言っていい？はい、お世話になります。はい。は？お前にその車やった、あれはマシュンだわ。全然違う、ももくんですよ、相手は。だからそうだよ。ももくんってどのもも？だから配信者のもも。車屋さんしてるか今。は？車屋さんだからじゃん。もうちょっとやー。いやいや、ちょ、一回だから車屋さんで聞いたら、だから、いやだからこれして、俺はもうゼスト買うわ。すいません。まあ、あんたお前この車使うって言っちゃったくせに、お前。見やからお前。はい。はい。いや、払う。今日払おう、今日までで払おうと思って、でも廃車することにしてて。いやいや、だからそれも、いや、もうあの、なんていうかな、6月の 4日までしかないんです、車検が。でも3台とも廃車しろって。でそもそも、そいつもそもそもこの車俺が買ってるから俺に権利あれ。何？あれ何ですか？三重県よ。名古屋？三重じゃなくて。あ、名古屋の近く？三重。見えでしょ。なんです。もう今日、たった今日頼んじゃった。なんでそんなことする、今日。なんでそんなことする。もう今日とか。いや、ああ、今日金額払おうと思って。やめろやん。からじゃないと反射できないかなと思って。断れよ、今日なら。そしたらなんか向こうが、あの、払ってなくても、あの、4月、5月、6月、3ヶ月まで後からなんか県から来るのがそれだなって。てか、この車、俺が払ってるから、俺に権利あるから、今すぐ断るで。これ売りに行く、モモ君とかに。え、ゼストかよ。はい。そう言われて、本当じゃあもう払わずに、今日払わずに置きますって言って、ちょっと前に出ましたんですけど、その業者さんに。もうだからそんなんだよ、それで俺先教えてよ、そんな。だいたいこれが車検がいつなのか全く知らなかったし、それ。でもこんな車どうされるんですか。鉄くず。鉄くず。いや、払う、こっちが払う。いや、多分バーベキューになってるわ、実は。あら、まあ、すいません、なんかその業者さんにはもうこちらでお金を払って配車もらってもらうみたいなこと。もうなんかそんなことやめとけ、いいです、それ。もう今から断って。あ、そうなんです、わかりました、本当にすいません。あ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。すいません。あ、いいんすか、モモ君。あれ、はい、
はい。だから乗ってきて、とりあえず。あ、わかりました。乗ってきて、書類持ってきてよ。書類忘れ物しないで、車検証。はい、はい。メモしてもらって、お母さんが。自分でもいいけど。はい、はい、はい。いい？車検証でしょ？はい、車検証。はい。車検証の名前、誰の名前だっていうの？あ、これ、それ僕の名前です。車検証は。これ、この BB 一括で買ったんで、僕の名前になってです。僕の名前になってます。じゃあ、僕の印鑑証明一通取ってください。役所行って。はいはいはい。で、BB の車検証の住所は、はい、今の、印鑑証明の住所と同じ住所になってますか？ああ、ここの住所なんで、同じ住所ですね。同じ住所ですか、うん、じゃあ、印鑑証明一通取って、はい。実印、はいはいはい。印鑑証明の印鑑ね。はい。これ印鑑証明の印鑑と、印鑑証明一通と、はい。車と、印鑑証明と実印と、はい、車検証、持ってくるもんね、車検証。はい、メモる。車検証。はい。車検証。リサイクル券。リサイクル券。はいはいはい。車検証と一緒に入ってるはずだから、リサイクル券が。はい。で、一応もちろん走ってくるわけだから、自賠責ね。自賠責。はい。はい、自賠責。積んできてください。自賠責保険。自賠責保険の自賠責。はい。あと。車検証、リサイクル、自賠責。はい。はい、納税なしでいいです。とりあえず払わなくていいです。はい、6月中には抹消するから、うちの会社で。はい、うん、だからそれだけ。それとだから、印鑑絶対忘れない。実印だよ、実印。あ、実印、うん、印鑑証明と一通と実印、印鑑証明、あと、うん、これ役所で取ってこんといけんですね。そう、役所行って取ってきてすぐ。はい。で、じゃあ明日だな、これ。はい。で、そんなもんかな。あとは、いや、一応あのリピートすると、車検証、リサイクル券、自賠責保険、納税なし、実印、印鑑証明、これでいいですか？はい、いいです、いいです。ああ、と車と、車で行くと、あと車、車、うん、それを乗ってきて、あと交通費か、これ。はい。そうですね。さあ、なんとかしなきゃいけないね、うちで。そうですね。確かに。まあ、わかった。それを、車をなんとかしなきゃいけない。で、お金はないのね。お金は、そうっすね、ないっすね。まあ、じゃあ、この車の、はい、その、BB は一応2万5千円出すから。ああ、はい、ありがとうございます。はい、ただ15万の車だったら、あの、支払い12万5千円を支払いしてもらうっていう形になるよ。はい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 。15万の車か、ちょっと待ってよ。うん、これはちょっとメモっといたっす。15万の車か、Z しかないな、やっぱり出せんの。いや、全然いいっすけどね。いや、今でも台車でさ、はい、出してるでしょ。で、台車で出してるから、はい、その修理が上がってこなきゃいけないんだけど、修理がめっちゃ時間かかるのさ、それが。ああ、はいはいはい。だから、はい、あ、ちょっと、あ、まあ、その台車で使いたいっていうのが正直あるってことですよね、桃君的には。ゼストは、ゼストは、そうそうそう、台車で使いたいっていうのがあるさ。ああ、ってなってくると、どうすかね。でも、そんないい車は買えないでしょ。そうっす。50万とか。あー、いいよ、でも。それどういう払いになる、どういう支払いになります？それ、どうするか決めよう。
まあそうですね、うん、例えば50、まあまあ BB の分で、まあ、50万だとするわ。じゃあ、はいはい、50万だとして、まあじゃあそのソリオハイブリッドか、ソリオなんちゃらが、まあ、50万だとして、うん、ソリオバンディット、あバンディット、うん、50万。それお母さんに借りれないのかい？ああ金っすか？うん、そうっすね。あ、一括で？いや一括じゃなくてもいいけど、うん、だ例えば半分ぐらいは入れるとかさ。うん、なのに？あんた車これだよ、あんたの、あんたこれあんたにあげるんだよ。いやいや、これだと親父が使うって言ったじゃん。使わんよお父さん、あんた車の中そんなもんいらんけん。いやいや、いらんけんとかどういうことやねん。入れたろ普通に。これをあんたただでもらっただけありがたいと思わんと。いや、これをただでもらったのに。誰にもらったの俺？お父さんに。いやだ、あだに車返してもらうって言ったからね。嘘だ、お父さんもう車いらんって言ってるの。じゃあなんで車返してもらって。あ、じゃああのゼストっすね。いらんけん車、うち車もいらんって。いやいやいや、これとあれと2台、計2台でいいんだって。あ、もしもし。いや、もしもしじゃないって。あの車いらない。ちょっと待ってくださいね。車いらない、いらない、いらないじゃねえわマジで。いらない、いらんって本当に。いやいやいや、ちょっとうるさいなマジで。だって黙ってマジ、黙って今一回。絶対いらんよ車なんか。誰か自動車税払う、絶対いらんよ。いや自動車税僕払います。嘘ばっかり。その前に年金払って。はいはい。なんか急にあの変な人が切れブチ切れてるっすね。車いらない、いるのいらない。いや、これをただで乗せてもらったら。だから親父がだってさ、普通にこれを返してくれって言われて。嘘どっちやねんマジで。それ車いらんって。だけどもう車増やさんで、お金もないのに増やさんで、年金払って。桃くん。はい。あの許可が下りないですね。いやでもその今ある車を乗らせてもらえるんだったらいらないんじゃないの本当に。いやだからそのさっき親父が言ってたのは、もうその車をもう返してくれみたいな。で、もうこの BB が乗れないから俺も病院に行かんといけんから返してくれみたいな。で、お前車自分で買えみたいに言われて、そしたらいきなりあのイカルドが出てきて、あのあんたにその車開けるけんみたいな。いやどっちやねんみたいな。それは誰が買ったの？お父さん買ったの？お母さんが買ったの？これっすか？これ親父っす。じゃあお父さんの意見が通っちゃうんじゃないの？いやですよね。わかんないけど、いやその家庭のあれがわかんないけど、お母さんがその主導権を握ってんだったらあれだけど。いや主導権握ってんのはイカルド。じゃああれだよね。お母さんの言うこと聞くしかないんじゃない？じゃあ、あの、とりあえず売りに行っていいですかね。いや、いいんだけど、いいんだけど。誰かの話その人と、そのももくんでしょ、話してんの。車なしで帰るってなったら、交通費でパンクしちゃうんですよ、今の車だったら。ももくんと話してんの？うん、そうだよ。いや、配信のネタになるんだったら別にそれでもいいよ、全然。うん、車だから、いや車はもう電話で私が出んだよ。お前だ、そこに来るから悪い。そこに違う、車はいらないので。だからじゃあ今電話し、あこいつの言うことは嘘だ、ほとんど嘘だ。いやこいつの言うことで嘘じゃねえだろうが。普通何言ってやお前ババアが。クソ嘘800。何が嘘800やねん。だって何がどこが本当に何が嘘かよくわからない。だお前普通に会社の先生とか親父がなんか普通になんかそれ返せって言うから。いやいやいや、いりません。お父さんは車いりません。お前に権利があるよ。なんでお前、あんたにお前って言われんとけん。は？なんであんたにお前って言われんとけん。お前呼ばれる筋合いなし。お前はダメだよやっぱり。あ、すいません。もうそんなね、あなたの権利がないです。そんなのが。そうやって人を巻き込むのは失礼。いや巻き込むとかじゃないんだって。そう、あんたたちがさ言ってきたじゃん最初に。人を巻き込むのは迷惑。そんな仕事中の人にそんなことしたらいけんって。さっさと切らんと。あんたと違ってちゃんと仕事してないでしょ。ああ。
そんな、まあ、分かったけんちゃん、あんたが逆にややこしく してるの会話を。迷惑かけちゃダメだって人に。あんたが一番迷惑かけてるの。いやそんな大丈夫よ、大丈夫大丈夫。じゃあ僕あのいつかね、あの売りに行っても。いや売りに行くのは全然いいよ、全然いいよ。あ帰りはあのひっちゃけで帰るっす。それはそれで面白いよね。はい、それはそれで面白い、確かに。うん、逆に。うん、全然 OK、全然いいよ。え、一応その、あの、あれは持っていけばいいですか。印鑑証明は持ってきてね。あ、了解です。で、印鑑証明、絶対忘れないでほしいのが、印鑑証明1通。印鑑証明1通。うん、それと、印鑑証明の印鑑ね、実印ね。印鑑証明と印鑑証明の実印1通。そうはいはいはい、1通じゃない、あの実印は印鑑だから、ハンコね、ハンコ持ってくよ。あ、了解です。うん、ハンコと、それと、はい、さっき言った、自賠責。自賠責、ああ了解です了解です、はい、自賠責はちゃんとないと車乗れないからね。自賠責と、はい、あとリサイクル券確認してくださいね。リサイクル券、はい、絶対車検証と一緒になって入ってるはずだから。ああ了解です。うん、でそれと車検証、車検証、あのメモに書いてるやつですね、あれ一応全部っすね。そうあ分かりました。一応確認してほしいんだけど、はい、車検証の住所と印鑑証明取ったとき住所一致してるかちゃんと見といて。はいはいはい、車検証の住所と、うん、印鑑証明の住所が、あ、一致してるかってことね。一致してるかちゃんと見といて。あ、了解っす。うんうん、まあ大丈夫だと思うんだけど、話聞いてる限り。じゃあとりあえず車売りに行かせてもらいますわ。 OKOK、 いいよいいよ、一回も来てもいいから。はい、まあ、でも父4日まで行かんといけんすもんね。うん、そうだね。はい、いや、もう明日か明後日に行くっすわ。了解了解、はい、気をつけてきてよ。あ、わかりました。あの、三重っすよね。え、三重県っすよね。そうそうそう、もう名古屋の方向かってきて、あの、はい、あれだわ、 Google マップ LINE で送っとく。ああ、了解っす。はい、わかりました。じゃあ車売りに行かせてもらいます。了解でーす。はい、ありがとうございます。はい、はーい、じゃねー。ありがとうございます。ということで、あの BB を、あの売れることになりました。うん、BB が売れることになりました、マジで。うん、いくら、あの2万5千円で BB が売れることになりました。うん、で帰りはあのヒッチハイクで帰ります。ヒッチハイクで、車はないんで。2万5000円はの交通費に使いたくないんで。え、1万6000円じゃないでしょ。2万5000円って文句言ってたでしょ、さっき。実印あるよ。うん、まあ歩いて帰ってもいいけどね、ぶっちゃけ。うん、痩せるしね、今ちょっと体重太ってるしね、92.8 ぐらいあるし、名古屋からあの歩いて帰ったら、まあ10キロぐらい痩せそうだしな。その代わり、うん、あの余計金かかるぞこれ。なんで2万5000円ごときで売るの。いや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 、ただで、いや、これお金払って廃車するぐらいなら2万5000円もらう方が良くないですか、普通に。交通費に、あ、交通費に2万5000円以上かかるわこれ。まあまあ関係ないですけどね。うん、そこはまあまあ知らん、そこは知らん。実印持って、ちょ聞いてみるわ、一回、今から聞いてみる。え、で、帰りは、あの、ただなんで、あのヒッチハイクで帰るんで、ちょ久しぶりにヒッチハイクとかするけど、うん、久しぶりはヒッチハイクなんか。何年もしたことないわ、ヒッチハイク。あのさ、でもさ、考えてみたらバカだよね。何がすか。だって三重までガソリン使って、いや帰りヒッチハイクで帰るんで僕。高速使って、いや帰りヒッチハイクで帰るんで。誰があんたなんか乗せる。
いや、乗せてくれるんですよ、それが。そんな、いや、そんなって、あなたみたいな人は乗せてくれないかもしれないですけど、この世の中には乗せてくれる人はたくさんいるんだよ。車検証とリサイクルマン、あ、マンじゃないこれ、リサイクルマンって書いてた、リサイクル券、自賠責保険、納税なし、実印、印鑑証明、車、交通費、これお願いします。何言っとる、そんなの自分で違うよ。いや違う、だからその実印、実印は実印だよ。で、あと印鑑証明明日取りに行かんといけん、役所に。いや、印鑑証明、それはいるよね。リサイクルマンっちゅうのは何なの？あ、リサイクル券か、これ何なの、これ。リサイクル、なんかだって最初にお金払ってるでしょ、それリサイクルしするため、なんかついてるんだよね、その、だから次の、例えばそれを次の人に売ってる、その人もまたお金払って、そのもらってて、最後に配信、なんかそのいるんだ。あ、車検証についてんだ。だ、最初お金払ってるんだよね、リサイクル券を買う、なんかその、そういう権利をもらうんじゃないの、知らんけど、いくらか。あれだよね、なんか、なんだっけな、車庫証明と、印鑑証明なんかわかんねえよ、なんかそのなんか住所一緒でしょ。なんで車庫証明なんて。いや、まあ、すいません、発動してます、廃車でしょ、全部。だから住所一緒でしょ、一致してるでしょ、ここの住所でしょ、全部俺が買ったようなのあれ。そうです、だからあなたの名前になっとるでしょ。いや、だからうん、で、ゼストが、なんだゼストって。でも行く、あんた、ゼスト15万で、なんだゼストって、軽自動車、うちにあるじゃん、自動車。だからあいつが使うって言ってんじゃん。なんで、もう自動車ばっかり何する。ああ、そうそう、だからそういうことだよ。だから印鑑証明と同じ住所かってことだから、印鑑証明はいいっすよ、だろ。じゃあちょっと BB ね、ちょっと言ってきますね。もう連携、いや、ももくんが2万5000円で買ってくれるらしい。何や、もうさっき廃車にしてぶっと取ったかよ、お前。何そうや。で、なんですけど、車ちょっとゼスト買うことにしましたね。もうあるかな。いや、あんたが使うっていうじゃん。あんたが病院とかどうやって行こうとしてるや、病院とか。じゃあ、あんたたち、じゃあ、あの黒のあると2人で1つにしてよ。そうだよ。いや、そんな聞いてない。じゃあ、車2人で1つにしてよ。だったら。病院とか全部送ってやれよ。そうだよ。うん。じゃあ、いいけど。そうだよ。だって、そんな今使ってないもん、ほとんど。ん？車使ってないもん、お父さん。いや、病院とかコンビニとか行ってんじゃん。なんか歩きだわね、これから。いや、こんな2階も歩けんみたいなおっさんが、なんかコンビニまで歩きで行くわけないじゃん。でも毎回タバコ買ってんじゃん、コンビニまで車行って。だけどさ、コンビニぐらい歩いていかんとダメだし。いや、だから歩いていかんといけんって言っても、いつも普通に散歩しようぜって言って、この周りの、この家の周りを一周するだけでも、で、その玄関出るだけでも、なんかぜい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 しようとしてるのに、車に乗るときだけだ元気なの、なぜか。だけどさ、もうそうやって車がなかったら嫌でも歩くでしょ。いや、歩かんじゃん。コンビニまで、だってコンビニで目と鼻の先。だから歩かんじゃん。タバコ買いに行くときだけ異様に元気になるよな。うん。まあ、いや、あんた知らないでしょ、親父がどんだけ車使ってるか。知らん。お前、毎日のようにお前出歩いてる、車で。どんだけ、一日でタバコ何本吸ってるっていうぐらい。見てみ、毎回枕パッて開けてタバコが
1個しかないけど、次の日になったらまた違うタバコが1個あるんだよ。そしたらタバコなんか降ってこないじゃん。毎回コンビニ車で買いに行ってんだよ。そう、だから車がどうのこうのとか言って、なんか俺もそれ使わせれないよ。使わせないよ。言っとくけど、俺あの担当を親父に使わせ、もしそうするとするなら、親父にその担当を一回も使わせないよ。いや、それ本当だね。うん、じゃああんたが使わせてよ。あんたの、だからあんたの黒のアルトで使わせてよ。でも平日毎日コンビニ行ってるけど。行くの。だあんたあんた あ, だあんたが職場まで歩きで行ってよ。無理ですよ。だからお父さん歩いてコンビニなんか目とそんな近い、たったあんだけの距離だけがあるそんなの。うんって思うじゃん。歩けんで。ちょっと練習、試しに練習してみて。ああ。はい。ちょっとあんたちょっと一回立って、立ってみて、一回ちょっと立って、ちょっとコンビニまでちょっと歩いていっけ。やだよ、行かんよ。いや行かんよって。タバコじゃいつもどうやって買ってんの。もう買わないよ。ほらほらほら、これ嘘ついた、嘘ついた。もう買わないよって、もう吸わないよっつって、もう吸わないよって言って毎回タバコ吸ったやつがもう買わないよ、なんかなありえねえだろマジ。いやいやいや、やって思うじゃないですか。車勝手に使ってるから、それ一回ちょっと、一回ちょっとさ、一回ちょっと、じゃあそこまで歩いてみて、一回だったらアキラの借り入れ。ほら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 、そういうことじゃん。ほらそういう、だから俺それが嫌なんだってマジで。だから俺そういうことなの、借りる券つってやってるんよ。ほらそういうことだから、これが嫌なんですよ俺は。だけどお父さんも車にはもう私が連れて行くけん、仕事からコンビニじゃないよ、病院には。いやコンビニだよね。コンビニは歩いて行って。うん、だから、いやだから毎回それ使われるんだって。そんなことせんわね。いやいやいや、せんわねじゃなくてするんだって。分かってなさすぎる、平八っていう人間を。嫁のくせに平八っていう人間は分かってなさすぎる、マジで。ほら一回、ほら一回ちょっと立って、歩いて、じゃあ一回そこまで歩いてみて、一回。やだよ。いいから。ほら、なんかそういうことなんだって。三台あったから。いるって、絶対。いや、コンビニに。いやだから、いやだから。コンビニがあるよ。だからそこまで歩いていけないじゃん。だって歩いていけばいいんだよ、散歩だと思って。だから今、じゃ今ちょっと歩かしてよ。今動けんやつがタバコで車に。味方のバカ力、行きたくなったら行くんじゃないの。いやちょっとゆきわかんないです。カジバのバカ力ってなんか知らないです。うん。ね。だからそれはマジで行かし、ちょっと歩かしてみて。で絶対無理だから。だって2階にも登れんやつがだよ。無理でしょ。知らん。もうお父さん歩いてみてよ。じゃあちょっと行ってよ、ちょっと。でも車には乗れんだよ、なぜか。よく事故してんかったなって思うけど、あれで。お父さん、コンビニまで歩いてみて。歩いてみて。ないなら歩くでしょう。いや違うね、ないなら俺の車に買って、俺の車使われるね。そうするとめんどくさいんですよ。
あ、すいません、ちょっとあのちょっとこいいけど、うらんけお前。いやお前嘘だもん絶対、嘘だもん絶対。スワンケンとか何回聞いたことか、スワンケンつうの。お前の車じゃねえだろ。だったらもうやっぱ買うしかないわ。15万のジェストで、もうそれが一番いいじゃない。あ、俺それがマジで絶対そうなると思ってるから、2台しかないと。だろ？いやだろ？いやでしょ？いやそうなんだよ。だから運転させることが危ないんだけど車使ってんですよ。なんてじゃあ、じゃあその車を買ったら余計使うでしょ。なかったら、いやなかったなかったら俺の車使われる。いやで、いやすごいんだよ。うちの親父の意味わからんとか鍵取り上げて俺のあの2階の部屋に鍵パンと置いておくじゃん。いやその時だけ2階上がってくんだよ普通に。意味わかんねえ、尖ってるあいつマジ。頼むよマジで。あ、あそうか、あでも免許も返せ国に。それならいいよマジで。免許国に返せ。あんたが運転したらワンチャンあの反対車線とか出ていずれ事故ってあのまた車がなくなるから。そんなもうそのその辺にも歩けん人は車の運転なんかそもそも危ねえわマジ。危ないよ。返済したら何か特典あるんじゃない。なんで俺が返済するんだよ、うん、ティアナ、あれはちょっとね、あれはちょっと調子こいてた、あれは調子こいてた。返納、免許返納しろマジで。いや分かった大丈夫です。免許返納しろじゃないともうないめんどくさいんだって本当それね。まあ、毎回車使おうとするとき車がねえし、それはマジでやだ。ちょっとそれは勘弁してよマジで。それだったら俺もう買うわゼストを買わしてもらうよマジ。そうだよ、だから約束してもらわんと困るよ。乗るに決まってんじゃん。いや、あんた仕事行ってんじゃん。いや、仕事は終わってからでしょ。病院の日まで仕事がない、夕方ない時、夕方に病院に私が連れて行くわね。いや、それはいいけどね、別に。いや、病院に関しては別にまあいいよ。それで納得するなら。ただ、絶対にじゃあこれ、なんて自分で車買えって言った、なんて、なんて我慢するって。我慢できるわけないじゃん。タバコ何回も何回もやめるって言ったやつが急になんか我慢する系なんか無理だって。いやだからそれだったらね、もうだから別に親父がもう仮にタバコ吸うのは別にどうでもいいから、もうだったらもう1台車あって、あ普通に親父がこの車乗って、俺がもうももくんから車を買うと。
何度に荷台を持つ。え、荷台？いや、1台じゃない？どういうこと？だからこれがだから親父の車になるわけでしょ。そうしたらお父さん車いらないんだよ。いやいやいや、いらないって使ってんじゃん。意味がわかんねえ。使ってる、使ってるわ、使ってるわ。別にコンビニぐらいだと歩けるでしょ。お父さん行かないって言ってるじゃん。あ、お前が車欲しいだけ。いや、そりゃそうでしょ。うん、だからそれで買うよね。そかそか、え、これ、いや、だからわだかまりが解けるから。そう、車載配信者なんで。寝ながら切れてるよ。じゃあ親父じゃん、あれだな、じゃあもうそこだけ約束して、タバコ買うときは自分で歩いていく、自分で歩いていく。おい、おやじ、ダメだ、これ無理だわ、これ使われるわ。だけどこれが嫌なんだよな、マジで。使うよな。平八、自転車ダメなの？いやいや、自転車乗れ、歩けねえやつが自転車なんか絶対乗れんくね。多分自転車乗ったら多分どっか骨折するよ。お前が、いや俺は使うもんだって車、うん、なんで我慢しないといけない。知らねえよ、だろ？知らないでしょ？だからだよ。なんか理由がないじゃん。俺は使うっつって言ってる。じゃあ運転、いや本当にそうなんですよ。だから本当はあの免許返済した方がいいんですよ。いや、それめんどくせえやな、毎回毎回ありがとう。こん、いや、ちげえし、ちなみに、うちの部屋、あの、あれでクレジットカードやってるから。現金にないから。クレカで買ってるから。うん。お前の車じゃねえで、なんでお前が運転するの？うん、だったら、やっぱ買った方がいいんじゃない？うん、そういう考えなら。だから、俺もそういう考えだから、だから、車を、買った方がいいんじゃないかなって言ってるんだよ。振り出し戻っただけ、それ。え、今ないですけど、まあ分割で、だから自分で車買えよ。いや、だから僕はそれを言ってるんだよね。今それを言ってるの。お前名義の車じゃないか、お前に専用権利やでしょ、でしょ。だから俺に権利はないんでしょ。だからなんだよ。だから言ってるんですよ。ナイス。今15万。手元にナイス。もう買ってきたら。お前が買うなら親に聞く必要ねえだろう。いや、だから親は、だから買ってほしくねえんだよ。俺に車を。買ってほしくねえんだよ、うん、いや、そう、どうでもいいんだけど、またなんか電話とかしやがるから、それがめんどくせえんだよね。なんか変、へか、せっかく買ったやつまた返そうとするから、電話かけて。
うん、それがあるんじゃない。イオン島国の方、あ、これはもう売りに行きます。任意保険とか、まあどっちにしろでもそれもやるしかないでしょ。コモ君相手だから、いや、あの人の携帯取って電話するんじゃない。姉妹に車なしとか絶望的。まあそうだね、親父は麻痺あるし危ないって。まあそうなんですよね。実際うちの親父がそもそも車を乗ってる時点でめちゃくちゃ危ねえんだよ。一回俺はメンテになった時に、あの教習所まで送ってもらったけど、いや、なんか今日超スピード強だったからびっくりした、マジどんだけ飛ばすねんと思って。うん、あの体でクソ飛ばしやがるからね、マジで。俺は逆にあの超安全運転だけど、すっげー飛ばしてスピード強とは、うん、なんかあのすっげー飛ばしてた。一般道クソ飛ばしてた。危ねえと思いながら、これマジで分かんない、うん、70ぐらい出してたんじゃない。危ない。いや俺は逆に遅すぎるんですよ。普通じゃね、40キロのとこ70は飛ばしてない。それは危ないって。だからだよ。なんで3人とも免許返すんだ、意味が分かんねえ。それ関係ねえだろ。どうしよっかな。まあとりあえず、まあとりあえず僕は明日か明後日、明日1日2日でしょ、明後日三重行きます。とりあえずこれこの BB 持っていきます。とりあえずまあ遅くても明後日には行きます。あ、とりあえずその、この BB を売ることはもう OK してくれる、うん、まあ明日でもいいんだ、明日の夜でもいいんだけどね、うん、明日三重行きますんで、来る、この BB 乗って、この BB とはおさらばです、うん、うん、突はしょうが、あ、上下返す、フレ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 はーん、皆さんもガセネン都心ありがとうございます。あ、グーちゃんおしばけ、あ、金のおしばけ100です。フェ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 、はぁ、持っていくもの、持っていくものは車検証と実印とリサイクル券と、あとなんだっけ、車庫証明じゃねえわ、なんだっけ、ちょっとや、車検証、リサイクル券、自賠責保険、実印、印鑑証明、車、交通費、いや、車の中片付けした方がいいよって、何も乗ってないよ、もうこれ。だからもう廃車する予定だったから。ぐーちゃん、昨日乗客からす、フェ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 、はーん。す、あれ走行距離15万8000ぐらい。いや、的分け選手じゃないよ。あ、グデタンゴさん、おしばけやからです。金のおしばけやからです。フレ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 。はーん。おすお土産、あー、お土産って何、姉妹の出雲そばでいい、うん、出雲そばでいいの、何離婚届けって。結婚してねえんだよ。ということで、じゃあ僕は明日か明後日三重県行きますんで、この BB 乗って。
で帰りはまあヒッチハイクかな。うん、じゃあ終わりますね。時間ね。いや、車買わなくて売るだけできるのって、それでも、ももくん全然いいよって言ってくれたけどね。うん。じゃあね。